あ、でも本当に風がやっぱり すげー近いよ。お前さ、全然乗れてるけど。どうだった網乗り？でも乗れてる。めっちゃいい感じやで。めっちゃいい。どうだった網乗り？もう最高。結構マジでプロ。あ、プロ。プロ。プロ。いや、めっちゃうまいね。うまいよ、めっちゃうまい。じゃ待って、もう一回だけプロ。いっぱいやって。だから。難しいな。
じゃあちょっと一発行くね。はい、次はあのバックサイドに挑戦していきたいと思います。できるかな。背中側やからなんか全然見えやんからターンが全然できやん。でもちょっともう一回やって上手くなりたい。もう一回挑戦。ちょっと待ってね、船の向き変わるからね。ちょっとビーちゃん、やっぱり普通の海でも自分バックサイドが苦手なんで、やっぱりこっちでもちょっと苦手。じゃあ練習してください。はい。異次元異次元。そう、あの車庫入れとバックサイドの練習をお願いします。どうだった？いや、やっぱりバックサイドは難しい。でも楽しい。だから次はレギュラーでもっとやりたいと思います。どう、海でこれバックサイドの練習になりますか？かなりなる。手の使い方とかバックサイド、なんか海の練習にめっちゃなるから、なんかサーフィン上達したい方でもいいと思います。みのりにアドバイスありますか？うわー、ないですね。あれやね、さあるのに下手なとこ見たいから教えてくれへん。よく知ってるね。知ってる、意地悪やから。まあそんな期待には応えられへんけどな。そんな感じがする。いや、立つとき一緒や。立つとき一緒。
の良かったんや。いやめっちゃやべえよ。やばい、足がやばい。異常やわ、判断できるんだ。ね、疲れる。あやな。なんかみんな感じ。マジでおもろかったな。うん、やばかった。もう最高にロケーションもやばかったし、お水も綺麗やし、もう最高でしかなかった。もうなんか来週も来るよな。あ、もう来週も予約しちゃったから。予約済み。もうなんかサーフィンって波風乗れない時あるけど、ここやったらずっと乗ってられるし、確かに邪魔もされんから。確かに。しかもアップスの練習とかも最高やな。ずっとできるからすごい。まだ来ますということで、ストークさん、ここストークさんの協力で今回やってるんですけど、そちら、それを来たいと思った方は概要欄に貼っとくんで、ぜひ君で来てください。チェキ。あれは、はい、最後どうでした。あ、どうでしたかしょう。それはなし。あれは、あれチャンネル登録。あ、今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとおもろかったなと思ったらチャンネル登録と、インスタグラムフォローよろしくお願いします。はい、最後にどうでしたかしょうか。イエーイ。これさ、歌詞